今日はどこですか？今日は名古屋です。名古屋に帰省してきましたね。はい。で、まあ吉彦さんはね、ほら広島カープ小葉監督の申し子最高傑作と言われたわけじゃないですか。まあね、はい、どうか知らないけど、いやいや、やっぱり中日にもやっぱりいらっしゃるわけですよ。いるね。星野監督の最高傑作、うん、キャッチャーといえば山崎武史。ちょっと外れてるね。いや、あの、中村武史さんです。そうですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今日はね、よーいどんから面白い話がたくさんあって、その前にね、これせーの、本日のよろぴこ。コロナに負けないフレーバーよろぴこ。焼きそばだから、福岡のですね、はい、うちの会社のそばに、アジイチハルカっていうお店がありまして、はい、それでうちの YouTube 専用で作っていただいてるものなんですけど、はい、土産で持ってきました。ありがとうございます。ご飯と混ぜても美味しいです。パスタとか、はい、まあ、うどんとかと一緒に混ぜて食べられてください。はい、ありがとうございます。よし。正直言うと、星野さんの気持ちは分かるわ。いきなりですか。飛ばしますね。本当にだって名古屋に来て時間決めて、日にちも2ヶ月ぐらい前よな、はい、言ったろな、はい、で連絡して、はい、で2時になったから電話して、はい、今タキシーで怒ったら、あ、家ですけどって言うし、はっって言って、1月じゃないんですかって、ごめん20日って今日なんだけどって、ちょっと待って、すぐ来ます、すぐスピーカーホンだったんですよ。いや、びっくり、ほんと驚いたんすよ。あれ、高橋さん電話かなと思って、もう本当に1月20日だと思ってた。あ、いや、ちゃんと俺証拠があるからな、はい、12月20日になってるよな。して、なんかもうその時点で、もう初めてお話しいただいた時点で時間じゃなくて月間違ってます。だから星野さんの気持ちが分かるって。こういう時ほど今の時代で良かったなと思います。あ、そうです、ね、昔だったら多分もう、あ、そうですね、いやいや、そんなことはないよ。いや、もうこんなもんね、ニコニコ、まあ、はい、60超えるとだ、怒ることないね。もう逆に楽しい。なるほど、うん、会うの楽しみされてましたもんね。で、なんだろう、ふーんって思いながら、はい、こう、まあ、昔で星野さんの気持ちがなんだかだんだん分かってきて、こうやって幸せでもこういうことあったんやろうなと思って。いや、実は僕も YouTube ちょろちょろいろんなとこ出てるんですけど。あ、出られてますよね。高橋さんと一緒にやるって、結構今日、まあ、話もらった時は緊張してるんですよ。もう僕らのこう遅刻したからじゃないですよ、僕の、はい、本当に憧れの雲の上の人なので、結構周りにもちょっと自慢して、あ、俺1月20日に1月面白い。いやー、12月20日だっていうね。意外とこういう時って本当に失敗しますね。本当に申し訳ない。でも面白いことよ、もう最初ネタがリクエストしていただいたんで。そうそうそう、いや、本当は入ってこられる瞬間から撮っとこうかって感じだったんですよ。また今日にかけて車も混むし、もう面白い。時間ってさ、余裕がある時って長く流れるよな、はい、で余裕がない時ってすごく時間が早く過ぎるよ。もう気持ちわかる。いや、時間じゃなくて今日、今回月を間違えられましたね。長い1ヶ月。いや、本当に言い訳ですけど、名古屋にいてよかったです。あ、本当ですよね、はい、これ田舎っか、もうゾッとしました。あ、ある意味鳥肌立ちます。はい、もう本当に、はい、でもさ、はい、星野さんといろんなことを聞きたい前に一個聞きたいことがある。で、俺はほらカープのことを言うやん、はい、で、俺は毎年カープが優勝って言うんや、はい、来年はって言うやん、はい、やっぱカープファンやから、はい、あの、タクシーの場合どう思う、中日。あ、僕はそうですね、やっぱ優勝結構真面目に考えるので、はいはい、一応自分的に分析して、ね、まあ、A クラスには入れます。優勝ではないという、もちろん A クラスに入れる戦力はあるのかなと思いますし、ただ優勝するにはね、ちょっと堕落、打てないので、打てなすぎるので、ちょっと優勝は無理かなと思うんですけど、まあ同じですね、中日ファンなので。はいはい、聞きたかったけど、やっぱりこれキャッチャーとしてちゃんときちっと分析される。いや、まあ評論1年目なので、はい、今年が、あ、そうですよね、ちょっと、でも真面目にやると一つも当たらないですよね。
ちょっとおふざけが入った方が、なるほど、はい、当たるわけないよな。そうですよね、大体が。まあ確かに、はい、無理やもん。でも世の中のほら人たちは聞きたいわけじゃないですか。やっぱり元プロ野球選手の人たちが今年のね、あのセリーグの6球団は何位なのかとか聞きたいわけじゃないですか。でもさ、いつも思うけどさ、あれ見てさ、当たってきたら分かんないじゃん。違う違う、お金持ってる球団強いよな、これ。そうですね、もうやっぱりプロですね。だよな、はい。それが悪いってわけじゃないけど、近藤選手もそうだけどな、はい、え、何億だっけ。50億ぐらいですよね。すごいですよね。すごい。そういう面では、はい、まあ中日もな、こうやりくり大変だもんな。でも、まあ、昔話はあれですけど、もう100億ですよね、100億。今の時代だと。100億の男って言われますよ。いや、もう、もうね、3拍子以上、ね、ある先輩なので。お前で言い過ぎて。いやいや、もう今のでもサムネのタイトル決まりましたよ。中村武さん登場、100億の男に語るみたいな。でも当時、そうですね、まあ長打力もあって、足も速くて、守備も上手くて。守備は上手くないんだ。はい、守備が上手くないんだ俺は。いやいや、ゴールデングラブ取ったことないんや。それでみんな俺ね、 いつも出るけど、翔太もそうだけど、健次郎も大事だ。健次郎も取ったこと、翔太も取ったことあるし、はいはい、ムッとするんだ俺。大体出られた方は取ってますもん。取ってる。いやでも上手い人は、あ、取ってないです。あ、取ってない。はい、上手くないってよく言うんですよね、守備。でもまあ、わかんないですよ。僕もあのキャッチャーしかやってないので。でも上手く見えます。上手いと思います。なるほど。もっと言って違うなんか、なんかかっこいいですね。あ、中村武史さんは、吉彦さんが大好きな斉藤昭雄さんの後輩です。花園高校です。昭雄さんがそうか。そうです。で、あの人、大阪の大学でもんな。大正大ですね。大正大やもんな、はいはい。いろんなことあったな、人も。大好きですよね。大好き。それは、打つ方が重い。俺、カモにしたから、めっちゃ怒るもんね、カモったら。悪いんですよ。カモ、カモって言うんですよ。そうです。あの時代の先輩方はね、楽しみながらね、僕ら見てても対戦してたので、はい、もうなんか本当に、まあ、ごまかしなしのね、意地と意地でやってたような時代だったですね。うん、やっぱりね、中村武史さんといえば、吉彦さんが歴代キャッチャーで誰が一番上手でしたかってなると、中尾さんって言われる。うん、やっぱりこういろんな人に中尾さんの凄さを聞いて、うちの番組も出ていただいて、その後に中村武史さんが中日のキャッチャーになっていかれるわけじゃないですか。はい、中日のキャッチャーとしてこう、カープってどんな感じでしたか。僕がキャッチャーの時ですか。そうです、そうです。いや、もうすごいですね。まあ一番感じるのは、まあ打ち取るじゃないですか、はい、全部ヒットじゃないですか。広島の、はい、当時の塩川さん、塩さん、山崎さんとか、足も速いし、空振りが少ない、なおかつ長打力もあるという。だから、まあ、まあ内野安打ですよね、打ち取った当たりというのは、うん、はいはい、もうやっぱりピッチャーとキャッチャーでは勝負は勝ってるんですけど、うん、それがヒットになるわけじゃないですか、足が速いので、はい、だから打ち取りようがないですよね、はいはい、なおかつフォアボール出すと盗塁されてツーベースと同じなので、はい、そうですね、うん、だからやっぱり一番厳しいチームだったですよね。あ、一番意外とホームランバ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 ン打たれるチームはあんまり考えることないので、うん、楽っちゃ楽なんですけど、はいはいはい、何をしてくるか分からない、何をされるという考えさせられるのはね、広島だったので、はいはいはい、まあ、そのおかげで多少、ね、野球勉強その時代はできてましたね。はい、いう話です。褒められまくりですよ。まあでも本当考えたらそうだよね、打ち取ってるのにセーフになるから、はい、そうなんです。考えたらで当時ね、怒られるんですよね、ベンチ帰って打たれ、いや打たれてはいないんですけどやっぱ結果が全てじゃないですか、はいはいはい、でも どうにもこうにも手の打ちようがないんですよ、ね、なるほど、はい、まあそうだね、はい、まあでも俺たちは足を武器としてたから、はいはい、逆にその内野安打とかそう逆に狙って打つわけやからね、うん、ボテボテもいいと思って打つわけだから、それが後々分かるんですよ、話聞いて、うん、ああいうことは狙い撃ちみたいな、ここに来たらああいう打球が行くという、はいはいはい、ね、進化シュート系来たら大好きやからね、思いっきり振ったらそこに落ちるからね、はいはいはい、マジで上に出ればいいってことですもんね、吉岡さんたち。そうそうそう、3人は、うん、でも僕らは単純にその当時の監督コーチの人がそういう高橋さんとかに教えをしてたのが、はい、まあ、みんななんとなくよく似たスタイルだったんですよね、はい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 、スイッチヒッターに、はいはい、うん、たまたまそうなったのか、そういうふうに、まあ、教育されては練習してたのか、うん、そこがずっと聞きたくて。教育やね。あ、ずっと。ということでもうスタイルを変えられたってことですか。うん、だから入ってきて俺二軍で盗塁を取って1番で打ってて、はい、その時右だったけどね、はい、その時もそうだけど何しろゴロ打てよね。でなおかつ盗塁っていうのをもう1番バッターで触ってるっていうチーム方針で、ランナー出たらファームの時でも走んないと怒られるの、はい、それはもうサインは出ないですか。もう何しろ走れよ、走んないと怒られるわけ。
逆にアウトになっても構わんから走れっていう方針、うん、でスイッチになった時は特にそうよね。今度いわゆるフライボールとか、はい、上げちゃいけないとか、うん、寺岡さんっていうコーチがいてさ、はい、2軍の時さ、はい、スイッチ変えた時よ、はい、バッティングあと和義さんとか教わってる、はい、いろんな人がいたんだけど、はい、でバッティングこう投げてくれるわけよな、はい、ゲージで、でゴロ打て、はい、何しろゴロ打とうと思ったらフライ上がるの分かる、分かります、はい、すごい難しいゴロ打ちがあって、うん、その中でこうガッとゴロ打つわこうやって、うん、でカンってフライ上がった瞬間頭当たすってわけ、はい、こうやって、はい、トンぶつけるからね。ノーヘルですか？ヘルメットで、ヘルメットかぶって、あー、かぶってはいるんですね。コントロールいいんだわ。すごいですよね。そんな時代、ほんと頭出せ、ほらビャーンだけど、ここにゴーン当たってもうまたゴロよ。もうね、そうなるとね、死ぬか生きるかゴロ打つかよ、ね、もう必死になる。高校時代もそうだけど、バントするときさ、プライベートもそうだけど、はい、失敗したくないからさ、手が出そうになるもんな、ね、はい、知ってる、はいはい、バットの前に、バットの前に、もうこういう感じ、こうやって、はいはい、もう手はいいからバント成功したい。あ、なるほど、どうにか成功ですよね。そう、はい、どうなってもいいから成功したいっていう、そこまでなんか追い込まれたね。僕らもギリギリバントに関してたら手でやれという表現が多かったです。へぇ、したくなるもんね。中村武史さんはやっぱり数々の伝説をあるね、お持ちなんで、ね、うん、やっぱりもう同級生の野村健次郎さん、はい、やっぱり中村武史さんのお話がですね、たくさん出てきました。どんな話があるわけ？あの、もう、中村武史さんの初ホームランのホームランなんですけど、星野さんが絡んでいるという。はい、まあ、星野さんに一番愛された男というふうにお伺いしてありがとうございます、はい、なんか初ホームランの時に星野さんからボコボコにされて、はい、朦朧としたまま打席に立って、はいはい、初ホームランを打たれたっていう、はい、本当なんでしょうか？そうです、本当に僕順番で言うと、はい、まずヘルメットも被らずに打席に行こうとしたんです。もうちょっと朦朧としてて、ね、ベンチからあーって言われて戻ってヘルメットが打って、その時に手袋もはめずに行ったんです、はいはい、もう僕あの怒られた時点で交代だと思ったんです。後ろ呼ばれて、はい、ゲーって言われて、もう打席だったのですぐそのまま行ってバットだけ持って、ヘルメットもないです、呼ばれてヘルメット、でも手袋どころじゃないですよ、もうそのままいいや、はいはいはい、でもなんかもう気持ちがもういいやってなんか一瞬なってたんですよ。まあ極大でもいいや、もう三振でもいいやっていう、はいはいはい、なんかもうそういうそっち方向の考えだったので、当たって本当にホームランっていう、はい、すごいね。新聞に星野さんが、そうです、あ、さあ亡くならないと打たないというふうに書かれたらしいんですよ。そしたら同じように野村健次郎さんは1年目ほら、あの大学芸人でリハビリやってたら、いつまで経っても治らないと、そしたらリハビリ中にお医者さんが現れて、ボコボコして下がるの、そしたら次の日に新聞にお医者さんは、あいつバブル投げた膝治るんだぞって、それ本当？本当にそういう記事出てたのかね。いや、だから僕のは出ましたよ。あ、いや、これ健次郎さんが言ってました。え、タクシーも出たの、はい、だって本当にあの頃はノーフリーじゃないですかね、はい、多分ね、今だったら絶対無理でしょうね。ただね、体って面白い、どっか痛いとどっか痛くなくなるんだよな。それ本当不思議ですよね。うん、マジで。本当ですか？本当ですマジで。だからこっち当たったらこっち当たれとかよく冗談でね、うん、マジで、はい、で、こっちが痛くて違うとこ痛くなると、はい、痛いとこが分かんなくなる。そうなんですか？ほんまそうなんよ。いっぺんに3箇所も2箇所も痛く感じないです。どっか1箇所、どっか1箇所動くよね、はい、はい、動くんですよ。こっち側が痛くなったら膝が痛いのを忘れて、はいはい、こっち良くなったら、あ、ちょっと膝痛いってそうなる。いや、本当に僕は今の説明よくわかるんですけど、なるほど、本当にそうなんですよ。不思議です。一番殴られてきたものと高橋さんはそんなに殴られてないですか？蹴られ、まあ、殴られしたよ。いや、後々その小林さんも結構激しい監督だということは情報が入ってきたんですけど、乙女の小林監督ですね。まあでもね、見ててさ、ベンチ見ててみんな俺たち楽しかったもんな。中日見えるやん、名古屋球狭いから、はい、もうあの辺行ってさ、ドーン言い出したら、うんって見たらドーン言い出すわけよ。おー、すごいなって思うもん。でも、なんだろう、星野さんって優しかったよな。基本僕は優しいと思います。
だから捉え方が全く違うわけよ。で、やっぱ星野さんみんな言うやん、はい、俺もそうだけど、はい、まあいろんなことがあってさ、はい、で小葉さんも基本こうすごいきついんや、うん、でああやって小葉スマイルって言われて、うん、俺たちは嘘ついてるって言うんだけどな、うん、小葉スマイルってやめてくれるかって、うん、で耐えて勝つもいやいや俺たちが耐えて勝ってるんやからって言うわけよ、うん、でもすごい精神的な強さとあと野球に対して教え方とか優しいんだよな逆にな、うん、だから今だったらもう全部アウトだけどまあ今は無理やな、うん、と思います。愛があるってことでしょ。愛があっても今は無理、まあまあ、なんか今のプロ野球って本当のレギュラーっていうのは各チーム少ないと思うんですよ。昔の時代は本当にレギュラーはもうレギュラーだったんですよ。固定されてましたよね。そうなんですよ。まあ、それだけレギュラーは大変だったんですけど、はい、今はまあまあ今俗に言うレギュラー僕らが見ててもいやまだレギュラーじゃないのにな、うん、どうしても比較するので、うんうん、レギュラーというのは打って守って走るだけじゃないと思うので、うん、やっぱりそこにチームが勝つために何をする、はい、できるそういう選手がレギュラーだと思ってたので、はい、今は打ったりね、まあ、打つことに関しては もうちょっと3割ぐらいだったらもうねレギュラーだって言ってますけど、 でもチーム勝てないとね、うん、何の意味はないですし、やっぱりなんか この試合大事だなっていう時はみんな本当になんかサイン出なくても犠牲にして、ねね、なぜかそのポイントの試合を出てる8人をみんな分かってる、うん、もう動きが、はいはい、考え方が吉岡さんがいつも言われる、うん、全試合じゃないですけど、うん、このポイントポイントはみんな なぜか一つになってる、うん、でポイントポイントでもういいやって時あるよな。ありますよね。全員がみんなもういいわって、うん、あこの試合は負けてもいいよっていう時ある、うん。なんか流れが読めてるんですよね。レギュラーもう10年ぐらいやってると、はいはい、今じゃない今じゃないと、はい、もうちょっと厳しい時が来ると。そうなんです。それは絶対勝負の流れあるもんね、まあ、同じことを言われてます。でもそこは結果勝ってるチームの人しか分かんないところ。やっぱずっと勝てないチームのレギュラーは分かんないですよね。もう最初からいける時は結局バテちゃうというか怪我しちゃうというか。でもまあ、毎年 A クラスにいるチームとか、うん、なんとなく落ち着きがあるし、うん、バタバタしないし、うん、最後の最後は本当にもう勝てないですよ。何やっても勝てないです。一回ね、本当に広島にも残り、まあ、雨中止多くて毎日広島戦みたいな時があったんですよ、はい、もう一つも勝てなかったです、ね、それだけなんかやっぱり本当のレギュラーがいるチームは土壇場強いです。流れよう分かってるよね。年引きがないと思う。他にもあるんですよ。野村健次郎さんからの話と同級生の対戦中ですね、いろんなことがあったと思われると、うん、で中日ベンチから死に行けという指示が聞こえてきたと。そしたら野村さんは健次郎さんは審判に対してですね抗議してたら竹内さんにですね今聞こえたやろ聞こえたやろとしたら無視されたんですって。それ本当ですか。いや本当です。もうしょっちゅう三方ベンチからやじられるので足の速いとはもう足いけですね、はいはい、まあ、たまに頭にいけとかね、まあ、足の速くない人は頭にいけとか足の速いとはもう足いけ膝にいけとかね。でもあったよ、ね、俺たちだから本当に星さんの時さベンチからどこまで行けって聞こえるもんね審判に。あ今聞こえて聞こえた審判いやでも今でいうぐらいそんな重たくはなかったね。そうですよね、うん、まあそうですよね時代がね、うん、そんな感じですよね。でも僕は広島は中日、はい、意外と仲いいだろうなってずっと思ってた一人なので、はいはい、でもまあそういう、まあ、乱闘とかにしても、はいはい、そういうヤジにしてもやっぱり広島戦がやっぱり一番多いですよね。やっぱり足でぐちゃぐちゃやられるのはもう頭くるんでしょうね。まあもちろんやってる僕らもそうですし、ベンチの人もイライラするんですよ。もうそういう人たちが、選手の人がね、多かったので、まあ、簡単に負けるのはあんまりダメージないんですけど、もうヘトヘトになって負けるので、ね、もうやってる方もベンチももうイライラするんでしょうね。なるほど、そうですよね。あるね、その。もう油断も好きも、もう本当そこ狙ってますからね。ここ見て、キャッチャー一番大変ですよね。ここ見て、ちゃんとしたとこ見ても、もう他見てますから。ボーッと知らずそこに打ってやろうとかね。なるほど。簡単に言ったらさ、ちょっと傷口できるやん。それにさ、こう指入れて、ぐーって開いて、みんなでそこ続いていくんですね。ぐーって開いて、はい、みんな取って、そういう野球よ、マジで。まあでも本当にあのダムもアリの一穴から崩れるっていうぐらいだけど、そのピンポイントを探すよね。次ですね、証言がですね、デッドボール当てるサインが出ているから健次郎さん避けると。で、健次郎さん、いや避けない、勝負するという結果フォアボールだった。これ本当ですか。うん、本当です。まあまあ近いものありますよね。いや当てに行って当たんなかったの。まあまあベンチから、まあ、当てなさいって、はい、やっぱりまあ
健次郎にだけなく、まあ何人かうまく避けてくれとかね、はい、いや言ってましたよ。そしたらなんか武志さんがベンチに戻って出てきた流血になって出てきてって健次郎さんに向かって、もうお前たち二度と口利かって言われたんですすごい漫画みたいな話ですねまあでも本当に、まあ、いい本当にね、嘘でしょっていうことが本当ですから。でもね、やっぱり、まあ、この辺だったらまあいいね。本当に頭に当たったりしたらどうですよね、考えるので、ある外国人選手はもうわーって言って、まあ分かんないじゃないですか、日本語でそんなに、はいはい、でも頼むからブレイキング、ブレイキングで当てろって言うんですよ。ファーストボールだから。ああ、なるほどなるほど。変化球なら俺は OK って言って、僕は言われてましたよね。はい、そうですよね。だからなんかもう浸透してるので、はいはい、もう各チームの外国人も、あそこのベンチはちょっとクレイジーじゃないのか。でもファーストボールは許さないけど、はい、変化球なら OK と。OK とか。いつでも来いってなんかやってましたけどね。時代よね。時代ですし、うん、やっぱりそこのボスがやっぱり時代、うん、星野さんっていう熱い男がですね、やっぱ野球に熱かったもんな、はい、ただまあ各チームバッターのまあ打者もやっぱりそういう監督なので、はい、もう体に近いとこもう強制的にこのチームは生かされてるんだってなると、うん、なかなか踏み込んでこれなくなりますよ、ね、人もいるわけです。まあそんなの関係なくて来る人もいますけど、はい、そういう点ではまあ今中日はねずっと歴代ピッチャー強いですけど、そこは随分バッテリーはね、得してたというか助かってた部分は正直あると思います。そういう考え方もあるんですね。でも今、はい、インサイドっても効かんもんね。効かないですよね。プロテクター、はい、レガーズ肘当てして、手のこうしてこれして、腕、フットガードして、全部して、はい、こっちの面はダメですよね、もう、こっちがなんかもう全然平気やもんね。確かにそうですね、うん、昔は違いましたよね。やっぱりもう、まあ、配球にもそういうインコース見せて、アウトコース行こうって、まあ、ちょっと絵に描いたようなあれはあったんですけど、今もう、ピッチャーもインコース投げないですもんね。うん、だったら、低めにちょっと変化するボールを、とかアウトコース低めにとか、はいはいはい、もうそこばっかり練習するので球が変わってきたよね、はい、攻め方がもう全部落ちる球か、だからファーストボールってほとんどないやん、まあ、今言ったようにピッチャーの生命線アウトローの、はい、ここのコントロールだけになるよね。まあ偉いさんも言うんだけどね、最終的にはピッチャーは最終的な生命線アウトローだって言うけど、だからインサイドもそうだけど、あんまりだからその腰を引くっていう動作がなくなったよね。そうですよね、まあ、本当にアウトローに投げれるコントロールあるピッチャーならそこだけでいいと思うんですけど、はいはい、やっぱりどうしても甘くなったり高くなったりするので、こっち見せとけば多少バッターも踏み込んでこれないので、まあまあホームランがヒットになるとかね、その程度ですけど、そこは大きいですよね。はい、昔本当デッドボールって江本さんもそうだったやろ、新鮮さ、仲いいよ俺江本さん、はい、で仲良くてさ、で阪神のベンチからさ、俺フォアボールな、はい、デモさんピッチャー1球目デッドボールって言った言葉、なんでお前に4球投げなかんの、今の申告敬遠って言って理にかなってますまあ確かに、もったいないって4球投げるのあってもう本当でも会話が面白いですよね。まあまあでも理解できますよね。でも本当ね、当たらんのよなデッドボールって。いやそう思いますよ、当てる人はね上手いんだけど、うん、本当一生懸命投げても当たらない人は当たらないよな、うん、だからまあ意外とこう揉め事になるのは、まあもう誰もがコントロールいいと認めるっちゃが当てたりすると、もうわざとだろうって、ちょっとコントロールない投手はね、どこへ来てもある程度バッターも準備してもう仕方ないのはあるんですけど、もうコントロールいいのに当てやがってて、それも場所がね、当たる部位がちょっとね上の方が絶対大変ですよ。面白いですよね、当てきらんかったら逆に流血やろ。流血です、流血ってです、それ本当なんですか。でもピッチャーが悪いんじゃなくてですか、まあ、いい悪いは分かんないですけど、はい、まあ、投げるのはピッチャーなので、はい、まあ、そういう思ってたんですけど、まあ、それを出して、まあ、そこに投げさせるのはキャッチャーなので、まあ、投げさせる投げるでずっとピッチャーとはね、まあ、ピッチャーでも僕はもうボコボコされるので、そのうちたけしの言うことを聞こうよっていうふうには徐々にやんな同情されて、途中ミスターさマスク外さんもんな。ベンチその話も聞いたことあります。それはベンチ入ってマスク外さんもん、なんかちょっと有名な話なんですよ。いやでもあれは本当のこと言うと、もう呼ばれたから僕一目散に行ったんです。もうすぐ行かないといけない、うん、だからあの外さずにたまたま結果的に行ったら、監督があいつもちょっと考えてきたと思いましたというふうな流れになったの で、はいはい、で次にも記事になったので、はい、あんまなんとなくそれ意外と使えるなと思って、うん、もう極力マスクはね外さないように、外さないようにマスクバーンって一回投げられたことありますか。
とかあの昔あのネクストバッターズの鉄の棒でこう、はい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 、あれを持ち上げられたりしましたけど、さすがに重たかったのすごいですよね。いや一つ、よしひこさんから見た中村たけしさんってどんな感じでした？もうそれはね、あの山崎たけしさ、キャッチャーが最初あいつましたよ、はい、で、まあ面白いのはさ、あの翔太が6盗塁した時よ、はいはい、あの時期ですね、その時にそれ知ってくる。で、中村たけしが刺したよな、はい、で、山崎の時はされてないよな、盗塁されたんかな。僕は1個されて、1個をアウトにしたんですけど、うん、まあでもね、頑丈なキャッチャーよ、まあでも山崎たけしはね、それでキャッチャーはもう本当に諦めついた、はいはい、と言われてましたよね。で本人やりたくなかったっすよ、うん、キャッチャー。まあ微妙だったんですけども、ちょっと迷いもあったんですけども、もうそこの屈辱的なことで僕はもうバットで生きていくっていう、うちに出ていただいて言われてましたね、はい、そこはもう自分が決心、迷いなく決心ついたその試合だったらしいですよ、はい、で次の年もキャッチやれって言われたらしいよ。うん、えっつったな、言ってたよな、言ってました。いやこれでキャッチやんな、そんなはずじゃないとか言ってこれ嫌ですって言われてましたね。あったよな中村たけしがいるんでみたいな。でもあの頃さ、中日でもさ、さみんなレギュラー来ませんか、ある程度。そうですね。いや俺たちの頃はさ、あの中日の時じゃなくて1番高木が、はいはいはい、上に出て2番谷木が送りバントやね、はい、送りバント2番、かわいそうやろそうですね。で3番矢沢がタイムリーか、はい、4番マーチンホームランで、その頃からずっと中日でやってるから。そうですよね。だって俺初ヒットは星野選手さんですか、ね、素晴らしいです。で言ったら、星野言ったら覚えたらくないだろお前って言われた。いや多分覚えてますよね。いや、覚えてない。で、星野さんはね、めっちゃ優しいんよ普段で、一緒に飯食ったりとか、いろんなことしてるんよ、俺、はいはい、星野さん。でも、全く、もう、表裏あるよな、はい、野球になると、本当ね、当初よな。どっちが本当なのか、本物なのか、分かんないぐらい、ユニフォーム着てる時と、脱いでる時は違います。すごい。さすが僕も、脱いでる時にあんまり怒られることはなかったので、すごかったな、やっぱし。で、挨拶もするなってな、はい、もう他の球団と挨拶するな、だから打たれる、だから負けるんだ。今の選手たちみたいに交流がなかなかない時代ですもんね。まあ、確かにそこは人間ですから、ね、一理あるんですよ。やっぱり仲良くなると、やっぱ情が出るので、うんうん、そうですよね、考え方も甘くなるので、うん、結果、バッターがね、絶対打たないのかっていう、まあ、そんなも絶対無理なので、そういう、まあ、特にキャッチャーは、まあ、あんまり仲良くならない方が、うん、やっぱりね、気持ちが出るので、甘くなったりとかですね、っていう。なりますよね。うん、はい、やっぱ人間だから情が入ったりするのか。はいはい、本当に憎たらしいかどうのほうそれは僕らはないので、うん、毎日試合なわけですからね。そうやね、だからそうですよね。まあでもやっぱり結構打たれたりしてくると、もうそろそろそういうお言葉が神のお告げが来るなって、ミーティングで大体最初優しく、お前らは何をやっとん、何をミーティングしとるんだって、はいはいはい、まあ、打たれるんだったらもうちょっとお前考えろって徐々に、でまた打たれたりすると、その試合後のミーティングがもう大変なこと、とてつもないことで、意外となんか本当数字だけで言うと、高橋さんのむちゃくちゃ、まあ3割ちょっとは打たれてるんですけど、はい、なんか4割も5割も打たれてるイメージがあるんですけど、意外とこう数字見ると、あ、3割2、3分なんだ、はいはいはい、そこまで言ってないんですよ、まあ、でもイメージが、はいはい、だからやっぱりいいとこで打たれたり、ね、あ、打ち取ったっていうのがやっぱり全部ヒットになるので、うん、感覚的にはもうものすごく、というよりもどうやって抑えていいのっていう、ミス、そうだよな、ミスを待つしかないので、うん、ミスがミスじゃないので、そうそう、フライ打ち上げてって形だもんな。でも一番ダメなのはフォアボールなんですよ。でやっちゃいけないのはフォアボールなんですよ。ここはもう頭に入って分かってるんですよ。足もあるし、まだ打たれてね、得点された方がまだいいんですけど、まずやっちゃいけないのはフォアボールなんで、でホームランを打たれても1点で済んで、考えることがね、うん、残ると、はい、どうぞ走られるかな、いろんなことを考える。キャッチャー心理としてどうでしたか。本当、吉彦さん、翔太さん、山崎隆三さんがランナーいると、ね、うん、だからまあ結果で言う、まあ、どこのチームもやっぱりきついんですけど、まあ、当時巨人も強かったんですけど、どっちかというと長打で来る方なので、うん、でも試合後の疲れはやっぱり広島の方がものすごくズワッとしますよね。ですよね。まあ、巨人はもうね、あの当時は打ち勝たないともう勝てないチームだったので、そんなに、まあ、考えることは広島の半分以下ですよね。名古屋球場もあるんやつ。
知ってた。長岡球場。長岡球場。悪い。あそこだけない。盗塁したら盗塁が出るか。あ、そういうのがあったんですね。吉彦さんたちからしたら。全然出るんだ、そう。大きい人ね。でかいやん。でかいですね。長岡球場だけない。5000円で済まないですもんね。あれ、初段見て。3万円もらったみたいです。しかもそれで3連戦だったらそうですよね。すごいっすね。現物地区はそこだけ。ああ、じゃあもうあの時に。もうでもそれで一回星野さん怒って、なんで敵チーム出すんだバカ野郎ってなんか怒ってたなんかありましたよ。そう。だからさせられるんだ。そうかもしれないですね。もうほんとね、もう盗塁したらプロ野球の現金が来るんやもん。素晴らしいですね。うん、それ頑張りますよね。頑張る。目先の5000円だもん。そら、その場合はね、帰りだけもらえるんでしょ。帰り、まとめてもらえるんだけど、うん、あとはなんかジュースとかな、コーラなんだかとか、いろんなこう飲み物の塊を。そうですよね。うん、それも嬉しいけども、ってことですよね。現金がめっちゃ嬉しいですよね。現金、やった感が出ますよ、ね。そうですね。クラウンライターライオンズの頃、ホームラン打ったら、ライター。本当ですか。うん、クラウンライターライオンズ。あそこ、平和台行ってホームラン打ったら、はい、ライターもらえた。普通のライターですか。ライター、クラウンライターライオンズのクラウンだから。100円ライター。違う違う、ライター、普通のこう立派な、うん、そういう時代。だから名古屋球場も悪いわけよ。だから星野さん今度分かるよね、相手チームに5000円払いながら走られて。いや昔、まあ今でこそ三盗っていうのはね、二塁が少なくなってますけど、はい、昔はもう普通に盗塁、はい、内野ゴロ1点ですからね。ですよね。もうどうしようもなくて点取られます。5000円1万円。5000円1万円。考えてみん。ほんとそうですね。で、今ほんとあそこだけ。それだから走りまくってたんですね。みんな。まあそれはどうせ 走るんだったらという。そうですね。まあでも塁に出るのはまずそこですからね。もっと言えば試合に出るのが大事ですし、ね、また塁に出れるというのがすごいですよ。大変じゃないですか。まあな。あでもこれも2年3年ね、そういうチームカラーだって分かってくれば意外と慣れるんですよね。で何が、まあ、広島とやる時は何が大事だとか、巨人とやる時は何が気をつけないといけないことがなんとなく分かってくる。なるほど。最初はもう野球どころじゃないです。まあそうかもしれない。最初来てな、目の前走られて、取ってるのにセーフになるわ。そうなるよね。ですよ。ピッチャーも嫌でしょうね。やっぱり盗塁はもう配球に影響してくるんですよね。やっぱり走られないからまっすぐ系とかね。なるべくそこをね、バッター、まあ、その役目もね、足のない人は十分にアシストしてますから。でも完全に出来上がったチームでやってるからかわいそうよね。あ、まあそうですね、うん、まだ若い頃ですね。そう、いやでもあの時代でやれたから、こんな自分でもちょっとは長くやっぱり名捕手でやられてますからね。でももう本当に高橋さんとか引退さ、それ以降はまあいても一人ですよね、走ってくるのは各チーム。ー、そうですよね。はい、2スイッチヒッターがいて3人走ってくるってないですよね。そうですね。1から3、あともう1人4人ぐらい、まあみんな速いですけど、まあ普通に走るの4人ぐらいいましたからね。制御するとバラバラでね、イケイケと何とかで行くそうで行かないやつとかな。週間ぐらいで。そうそう、山崎は石橋叩いて石橋割る方やからね、龍造は。ね、すごかったですよ、あの時代は。結構あの時代のキャッチャーみんな言うんじゃないですか。うん、言われますよ。はい。誰に聞いても何が一番辛い。嫌だったり盗塁。でもやっぱり屈辱なんですよね。しかも慌てるからワンバン行ったりね、冒頭ね、ね、おまけつけてね、冒頭投げてさ。そうですね。言っておまけはいらないの。盗塁したいの。ああ、そうね。盗塁じゃ取れない。もうね、外野フライ内野ゴロで行ってんだもんね。でも中日ってあそこの球場も狭かったけど面白かったな。あの名物があったんや、水巻きが。水巻きですか。うん、あの人たちがバーって見たことない。いいですね。はい、いや、ちょっとわからないですね。頭ぶつけそうになるけどホースをバー行くわけよ、はい、8人ぐらいでね、持ってダー入っていくわけよ、はい、低いところでな、そうですね、こう見てゴーってドドドドーッ入ったわけよ、はい、名物。すごい整備員でしたかな、はい、昔はね、水だーっと甲子園で広島撒いてましたからね、はい、大変な作業ですよね。そうですよね。グラウンドいっぱい水撒くのもね、すぐ乾きますからね、はい、夏はね。そういうのあったな。え、あの頃さ、レギュラーだったら誰だった？中日は。竹下の時代です、うん、僕らもまだなりかけですからね、うん、結構みんな出されましたもんね。そんなにいなかったんじゃないですかね。小松さんの球は受けられてたんですか。はい、もうちょっと終わりかけ、はいはいはい、前世紀じゃないですけど、前世紀は中尾さんですね。そうそうですもんね。ちょうど平野さんに代わって彦野さんがセンターに。ああ、そうだな、はい、で、宇野さんがショートがセカンド行って立浪が入って、うん、はいはい、大島
さんが領土だったのは、まあ、外人さんが入ったりして、はいはい、ファースト逮捕俺たち矢沢さんがいたから。ああ、そうか。最初レフトだった。あ、ファーストからレフト行って、もう太郎さんはさすがに守備はダメなんで、うん、ファースト戻されて、うん、最終的にはファーストだったんですよね。太郎さんもいたよな。太郎さんは僕が入団した時に西武に行かれたんですよ。ちょっと球団とわーって揉めて、うん、ね、トレードだったんですかね、うん、なんかわかんないですけど、まあ、揉めるようにしてるのは俺と一緒で太郎さんも。そうですね、うん、言っとけばいいですかね。いや、タオさんも暑いですからね。暑いですね。はい、暑いよな。はい、わけわかんないこと聞いたそうです。とても普段の感じとはね、想像つかないぐらい、はいはいはい、はっきり。阪神行った時もそうだね。なんで吉彦来んないんだってミーティングで言い出してさ。言われたって言ってましたね。うん、別に俺のことほっといてくれって。僕らはでも高橋さんがまあ怖い怖いで噂ばっかりなので、はいはい、実際ロッテの二軍監督やられた時にフェニックスリーグというところで、はいはい、ずっとロッテのそのフェニックスで参加してる選手がずっと走ってるんですよ、はい、都の城かどっかとか、はいはい、何も言わずずっとぐる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 結構なスピードで走ってる、ね、走ってるね、いつ終わるのかなと思って本当にね、もう、まあ、僕らの知ってる広島の、ね、はい、キャンプっていうのはもう走ってるぞ。そうですよね。この中で走ってるぞ。誰かが走ってるぞ。一回ピッチャーなんてね、あのオープン戦で言ったらプレーボールがあって9回終わるまでずっと走ってますからね。カーパそう、若い、そうですよね。カーパそう、ね。あれを見てたまにあ、ね、うちのチームが火ついてお前ら走って帰れとかなるわけです、ね。なるほど。でもさ、俺ともそうだけど、やっぱ最初カープ行ってキャンプ行った時にさ、陸上部だよ。です、まあね、午前中、ね、2時間半よ、うん、で今みたくさストレッチなんかしないわけ、ね、腹筋して走って腹筋して運動して走ってもで連帯補聴させられて、やっぱ中日も連帯補聴あったんですか。いや、その広島やっぱ強いチームじゃないですか、はいはい、で強いチームのことは取り入れようという考えで、もちろんその翌年ぐらいからウォーミングアップですよね、はい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 、1時間の2時間ね、強化ですよね。なるほど。腹筋背筋とかもう、うん、でそこからキャッチボールしなさい、バッティング練習です。とても無理なウォーミングアップです。ウォーミングアップじゃないです、体操じゃないです。でもまあ、うん、強い結果残してるチームのものは取り入れるということで、でも人って強くなるよね。なりますよね、うん、マジで。最終的に俺も2軍の時にさせたけど、キャンプの時だけど大体1時間ぐらいアップやんか。でしんどいって言うから、あ、分かった、1回だけ2時間半アップしてやるっつって、1回だけ2時間半アップしたい、はい、だから昼飯は食わないし、まあ、食えないんですよね。でも面白いのはその後1時間アップに戻るやん、はい、めっちゃ楽なんや、うん、それみんな言いますね、うん、ロッテの選手でもやっぱりそういう考えを持ってる伊藤勤さんもそうなんですよね。あ、そこが大事だ。まあまあもちろん秋のキャンプと春のキャンプとか時期がありますので、うん、もう秋は鍛える、もう何も技術はいる、体を鍛える、精神で鍛える、うん、まあ、そういう考えも結構伊藤さんもロッテの時にはね、結構きつい秋のキャンプやってましたからね、うん、みんなもうヘトヘトで真っ暗になって照明施設なので車の照明照らしてあの T やらせたりね、でもなんかやってる選手も一応特別扱いじゃないですか、そういう個別練習ってのは、うん、なんかすごくやりがいがあって、うん、みんなね、一人の選手にコーチが10人がこう腕組んでね、はい、早く終われようと待ってるんですけど、はいはい、なんかもうそのうち必死でやってる姿を見るとね、周りもこっちもじゃあ必死にやらないといけないなって状況にはなりますよ。だって秋のキャンプは壊れていいっていうのよく言われたもん。秋のキャンプは壊れていいんだよってお前たちは。冬大会ナウセットですね。だからオフシーズンあるんで秋のキャンプは壊れていいんだ。でもずーっとやってアップってずーっと一年中一緒ない。秋のキャンプだろうが春のキャンプだろうがジストドラゴンは、で俺たちジストラの頃ユニフォームダメだったやんか、はい、合同ジストラね、はい、合同全員が集まって今みたく、ね、みんなどこどこ行って、はい、何人どこどこお手手つないでちょっとこういうのやろうはないわけよ、はい、全員集まって合同ジストラね、2時間半やか全く一緒ないで、じゃあ2月1月最後じゃあキャンプ地に移動しましょうかって移動して2月1日からユニフォームになる、内容全く一緒ない。ただこれジャージからユニフォームに変わっただけやな。でも慣れたらやっぱ強くなるってよう考えてくるんだわ。こうやって4列も2列もあるやんか、こう走ってるの、ずーっと追い越しよ。でずーっと走ってるよ、はいはい、ずーっとで後ろから追い越していくわけ、こうやって、はいはいはい、次から次ですね、ずーっと
誰やこんなん考えるってでどっからこんな練習方法覚えてくるんやと思って結果それそのまま千葉ロッテでやったじゃないですかそこまでやってないなああそうですか、うん、連帯歩調とランニングとあと坂登りやってたねあ、まあ、でもなんか本当に複数でやると相手がもちろんいるのでやっぱ考えないといけないし難しい、まあ、そこが野球に一番つながるのかななるほどね一人だと、ね、自分のペースずっとできるので意外と楽ですよね連帯包丁が一番いいかもしれない足が揃わんと、ね、すっごい難しいよなでもそのうち揃うんすよねなぜか綺麗ですねそのうち最初はもうねボロボロですけどで綺麗に揃うでやっぱ今言ったように自分のペースでできないから必ず合わさなあかんって、うん、で自分は速く走れるかじゃなくて遅い人間も来るわけやからそうですね、うん、同じタイミングですよね、うん、あその時僕ら中日は後ろがこう前に来てもうその追い越し、追い越しをね、やってましたね本体が速くなったら大ごとするからねまた速いやつがいるとスピード出すわけよなるほどただでも足に関してはこれ絶対やっぱ差があるんですよあそれは出ますよね僕らもう一生懸命やってるんですけどやっぱ速いというのはもう何やっても無理です、うん、ただそこに負荷かけて僕らはタイヤつけて、はい、足の速いやつと走れてたまあまあいい勝負できるんです重さをつければ、はいはいはい、スピードじゃなくって、はいはい、懐かしいねタイヤ普通にやってて同じタイム出せってこんなもんまあ僕らの難しいですよねトレーニングコーチの先生と呼んでるんですけど、はい、これ無理でしょどうかに、うんうん、この人と僕が一緒のタイムで走るのそんなことはどうのこうのってね絶対足だけはどうしようもないもんなどうしようもない、ね、じゃあタイヤつけて走らせようとかじゃないと無理だって馬でも競艇でもさあそうですね重さの重さは変えるやそうですね変えますねそれでやっぱり、ねうん、ちょうど合うそこだけやっぱり苦しかったですね走る同じタイムを出せっていうのはそれ難しいですねその速い人刺す仕事ですからねこっちが10で速い人は5で走れますからねそのタイムだと、うん、タイムっていうのはまあでもないよりあった方がねなんか 目標とかになるので、まあまあ、いいのかなと思いますけど、まあ、ちょっとでもね今日昨日よりちょっとタイム良くなったなって、うん、なんか嬉しくなる、うん、まあでもそれ作っちゃうと今度ねそれをまた越さないといけないのでさらにさらにができますよねあんまり ね、うん、ねやるとダメなんですよねいいよ、入ってすいません行っていいですかあ、どうぞ、え、これ上あ、すごいですそんな、すごく上か結構いじめられてます結構そこ座ってて、はい、すいません、僕今日遅刻しちゃいまして、こんな大事な日に、はい、あの、先輩からもくれぐれも高橋さんにお詫びを入れといてもらいますすいません僕、一月間違ってました1月だと思ってました来ないからさ電話したら「え1月20日ですよ」っていや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 12月20日やろ」って言ってでもすぐ来られましたねうん飛んできた家でねなんかまあぼーっとしたらぼーっとしてたので、うん、よかった近くていやでもまあ一番遅刻っていうのはダメじゃないですか人としていやいやいやそうなんですよ僕も選手たちはそれを言うんです、はい、で僕も現役時代1回だけあるんですよ新幹線乗り遅れっていうのは偶然広島線ですけどちょうど着いた時にガチャンってしまってそのまま見送ってで僕は1本後の行ったんですけどそれ結構厳しかったので先輩たちも時間にはそうでしょう、ね、大体若い時は30分前に、うんまあまりにも早いと10分ぐらい前に、はいそういうなんか目に見えない集合時間があったありますよね、はい、吉岡さんも早いですもんね俺たち若い時20分ぐらい前に行ってたもん、うん、バス、うん、マジでまあでもいつの時代かちょっとあまり早すぎても集合時間の意味がないから、うん、極力まあ30分前はやめましょうってことになって、うん、まあ15分10分前に全くカーブなかったのずっとそのままだったのずっとそのままもう吉彦さんがそうしたんでしょ違う違う違うそうじゃないだから俺レギュラー取ってた時俺一番後ろなんやバス、はい、だから若いやつもう詰まってるから背もたれ上がってこうやって行ったもん俺入れなくてまあ時代だよな時代ですよねもうそれは無理やっぱりお聞きしたいのはほら星野さんの都市伝説一番変えられた方なんで、うん、こうよく聞く話ってあるじゃないですか、うん、例えば星野さんの名言の一つで必ずって上にからぶつけるってこれ本当なんでしょうかヤクルト戦ですね。あ、そうですか。はい。ちゃんとあるんですね。あります。すごいことが起きました。え？あれちょうどもう8回か9回で、
1点勝ってたんですよ、はい、多分古田さんが広沢さんだと思ったんですけど、はい、僕はそれでキャッチャーじゃなかったんですけど、はいはい、大石さんって言うと大石さんね、ベンチから勝ってんのに行け行けって、ね、監督が言い出して、いやサードランナーいるんですよ、もうワイルドピッチで1点で同点になるじゃないですか、はいはい、それでも行けって、片腕でも行けって、で結局行って同点になって、はい、で延長戦になって結局勝つには勝ったんですけど、はい、こんなことあんのかな。さすがその当時のキャッチャーの先輩の大石さんがちょっとキュッと怒って、そんなことはないでしょってちょっと口論になってたんですけど、ええ、かなくてもええ、いけなんか感じ触ったことあったよな。あったのか、ね、まあなんですね、この、まあ、でもね、もう勝ってるのにわざわざね、どうなんか相当感じ触ったことあったよな。あったんでしょう。でもそれで試合勝つからでもまたダメですよね。勝つからすごいですよね。意外と勝ったんですよ。広沢との明治やん、はい、後輩やんね、はい、唯一星野さんが一言もそういうことを言わなかった原さんだけですね。原さんには一回も言ったことないです。それを聞きたかったです。原さんだけはインコース行くなって、はい、行くなとはそういうのもないですけど、はい、とにかく原さんの名前が出てこなかったです。そうなの、はい、まあ原さん、まあ辰則って呼ばれてたんですけど、あれはいいわって、あれはいいわ、吉子、はい、さん行けドタマ行けベンチがドタマ行け、審判に今聞こえましたよって言ったから無視。あ、まあそれでも自分たちで考えてやっぱ投げたりはしますけど、池命令は唯一原さんはなかったです。もう星野さん口癖やもんな。まあそれもあります、ね、もう行けとかどたない行けとか言うのは口癖やもん、はいはい、出たこーいとか。でも大体もう星野さん監督が認めた選手ですよね、行けっていうのは。あ、まあ、なるほど、まあ、あの言葉が出た、まあ、選手の人はもう自分監督の中で一流だと認めてる。結構です、そんな認めない僕は二流でいいんで、はい、二流でね、それでね、うん、後に問題がありましたよね。そのイケとかだって中日戦とかいろいろあるじゃないですか。ある、長富とかいろんな絡んでるんよ。そうですよね、後で話するけど、もうみんなちょっとやめてくれるかっていうのもあるわけよ。そうですよね。でもやっぱりさ、東証っていう星野さんが変わってからやっぱ強くなったよ、チーム。はい、うん、やっぱね思うけど、監督でガラッとチームが変わる。変わりますよね。だからみんな変えたがるよな。なんか目標が本当に一つになるんですかね、うん、っていうか監督の野球がブレなくなるので、うん、まあ合ってるか間違ってるか、うん、当時だと絶対間違ってますよね、うん、でも勝っちゃうからなんか正解になっちゃう。すごいですよね、はい、正解、ま、マジでね、俺たちも困ったもん、はい、マジでどうしたらいいかと思う、はい、悩みますよね。だからなんだろう、つかかってくる状態やん。何でも一回夏場に北海道から移動ゲームが名古屋に帰ってきて、ずっと真夏に名古屋球場もうポールからポール、まあアメリカンっていうんですけど、はいはい、2,3 時間やらされたとかって、はい、もうみんな脱水症状倒れるわなんか、はい、でそっからまた勝っちゃったんですよね。あってことはってことになりますよね。ということはその練習は正解だったろうって。なるほど、俺よう分かる。あのさ、昔の人ってさ、も俺も昔の人だけど、それ以上の昔の人ってさ、キャンプで体力を作ってると思ってるな、はい、で夏場になるとその体力がなくなると思ってるわけよ。いいか、キャンプの体力はもう終わってるから、今からアメリカンして体力をつけなあかんねん。へたばってる上にちょっと待ってくれ、もうへたばってるもっとへたばらすっていうイメージない。そうですね。ほんでカープ強かったやん、だけど困るよ。だからいいか、これから夏場アメリカン雨の中とかよ、はい、もう本当この人たちおかしくないかっていう状態だったよな。ですよね。中日もそうだったんですね。でも勝ってしまうんですよね。負けりゃまあね、またいろんなことを考えたりするんですけど、メジャーも勝ってるから。だって休ますってことはなかった。ないですね。休みなんか疲れてるからっていう言葉聞いたことないよね。もう出した時点で終わりですよ。もうあ、お前休みたい、ずっと休むか。痛いもダメだったっすね。そうそう、うん、休むずっと休みたいか、お前。ほんで昔の人だからさ、外国人にカットですよ。ほんと年寄りだから、うん、このかなえそんな時代。そうですよね。うん、でも星野監督は結構、まあ、まあ助っ人と呼ぶ外国人にも結構厳しかったです。一緒の練習やらせとか、まあ、入団してるからね、よし頑張ってこうニコニコしてるから、いざキャンプで特別扱いすんなって。
外国人はやってたんですか？外国人はたまりませんよね。そうですよね。やってないですもんね、向こうで。やってないよな。はい、うん。なんで日本ってすごいことやるんだ、これで試合できるのかとか、練習できるのかっていうレベルで。ですよね。もうそこでヘトヘトですもんね、ウォーミングアップで。そうですよね。はい。だからこの間見た映画でさ、ミスターメジャーリーガーとかいう、うん、中日で映画撮ったの、ね、はい、あの高倉健さんがやってた、はいはい、あの星野さんっぽいもんね。似てますよね。もう同じですよね、まあ全然関係ないです。あの時僕は初めて本当高倉健さんとお会いしました。待ってるんだ、はい、あの時結構あのあれでいろんな どうなの、野球はどうなのと取材されました。ちょうど僕も出だした時だったので、監督と高倉健さんはね仲良かったので、なんかちょっと似てますよね雰囲気。あの雰囲気を出したよ、星野さんの雰囲気、あの映画出したよな、はいはいはい、わ、ここ映画で風呂入った、これ名古屋球場の風呂だとか、なんかみんなね、はい、なんかものすごく親近感がある、ね、なるほどですよね。あの世話とか、はい昔の野球場って狭いで、俺たち行ったらさ、若い時レギュラー取ってもさ、みんな先輩方が入るやん、はい、でそれまで入れんやん、はい、もう赤が溜まってさ、そうでしょうね、もうって、もう風呂入んないで寮帰って風呂入った方がいい感じだったな。まあ今はね、そう考える環境はすごいですよ、泊まるホテルも食べ物も、そんな意味ですごいっす。今6人部屋もあったもんな。僕らギリギリ3人部屋もです。あギリギリ3人部屋それでも3人部屋です、ね、キャンプはそう、キャンプは絶対3人です、ね、シーズン中も3人部屋ありましたし、まあ、多いところで6人部屋あって、2軍はね、1軍で6人部屋あったもん。あもう時代ですね、旅館だもん。あもう旅館に泊まるんですよ、旅館だもん。おばちゃんが、はいラーメンって、もう布団敷いて寝るわけですね。はいラーメンってこうやって指入ってますね、おかげで。本当に布団敷いて6人部屋とかあった旅館だったもん。名古屋の旅館だったね、ここ。こっからね、40分ぐらい離れてお寺みたいとこがあったんよ。そこに泊まってたもん。大須ですかね、万象寺ですかね、どこですかね。なんかあった。はい、で、こっちの東急に変わった、東急院に変わったけど、そこでも2人部屋やもんな。僕らは星野さんに習えて、新幹線もいい席になったし、泊まるホテルも綺麗になったし、そういうところはすごく改善して変えてくれた監督だった。一流ですね。もう全て一応一流と言われる扱い。でも、お前らまだ一流じゃないとか、ね。でも昔の人ってやっぱね、面白かった。あの、金田さんもそれで、監督、星野さんもそうだけど、やっぱ選手のこと思ってくれるよね。金田さんは、金田監督は思いすぎて、新幹線のグリーン車でクーラー止めるんやから。言われてましたね、マジで移動中で肩冷えるから、肩冷えるいや、やめてですね。僕ら夏場のバスの時クーラー綺麗ですよ。もうバスの中で3枚ぐらい安全策違いますよ。そうそう、試合中より違いますよ。苦しいですよ、もう夏場の。特にピッチャー側の監督はみんなそうなの肩冷やすって。当時はですね、裸足で歩くな、長袖着ろで、あそこの新大阪あたりから藤井田行くのあるやんか、近鉄行く時のバスや、クーラーなし、びっしょびしょ。降りたら着替えな。窓は開けていいんですか？窓なんかあの時は開くような窓じゃないで。でももういずれ苦しいっす。苦しいですよね。ね、密の中に。サウナの中に入ってる。もうサウナ以上です。みんなの温度が上がるの。食べるもんと、でもそういうのがすごかったよな。いや、すごい。すごかった。あれですか、実際中日コーチやられてたりされたわけじゃないですか。はい、その今の立浪政権の、はい、これから中日。それではどんな感じでしょうか？ですね、まあ、僕らもね、あの立浪監督にはもう期待したし、うん、まあ、もちろんやる、ね、存在ですから、うん、まあ、なんとなく星野さんとちょっとね、似てるやり方してるとこあるなと正直思いますし、ただ、まあ、まあ変な言い方です、ちょっと時代も変わってきているの で、はい、で我々の時代の時のようなこともね、言葉も、ね、でも足も出しちゃダメなので、そうですね、なかなか今の選手が、ね、そこに慣れてないとこがあるので、うん、まあ、そこはね、立浪監督自体もちょっと変えていかないと、やっぱり やるのはなんだかんだ選手なの で、難しいね。はい、難しいと、ね、なんかあのこれも立浪さんだけには手を挙げたことがないとかいう、はい、本当ですか、ね、やっぱりあるんですね。人を見とるのちゃんと、人っていうか顔じゃないですか、男前にはあいつやってお前顔が変なんだったらどうすんだって僕言われて、僕はいいんですかってお前はよく言ったら
まあでもやっぱりミスが少ないじゃないですか。なるほど、そういうことですね、プレイヤーとして、はい、でもやっぱりミスが多いから怒られるわけであって、山崎武さんもだいぶ殴られたって言われてます。回数はそこまでじゃないですけど、まあ1回が結構激しいですよね。あの監督と山崎の対戦は結構激しい。対戦山崎もね、正確に向かっていくので、ちょっとしたまあ親子喧嘩じゃないですけど、はいはい、もうなるお互いに引かないので、結構あって済むのが 長引いて、もう試合始まっている監督がどっか追っかけていったり、山崎ちょっとこうでもう試合そっちのけでみんなそっちばっかり気になってそうなりますよね。まあ、そういうちょっと違った対戦が僕らも慣れてるので、ファイトって感じだね。そうですそうです、そうですね。山本昌さんもどっちかというとファイトしたもんです。あ、そうなんですか。せーの、本日のよろぴこ、コロナに負けないプレーボールよろぴこ。対戦が僕らも慣れてるので、はいはい、ファイトって感じだね。そうですそうです、そうですね。山本昌さんもどっちかというとファイトしたもんです。あ、そうなんですか。数は少ないんですけど、多分今日は5、6発で済むなっていうところが、ちょっとこう向かっていくと20、30発やられる。ついでに僕もやられたという。なんかね、何も僕関係ない、ただ横にいただけでやられたという。俺も殴られること10発は数えたもんな。俺たちのやっぱ時代だよな。うん、時代でしょうね。今もう絶対ダメやからね。ダメです、ダメです。うん、だからこういう話してもさ、いいのかなと思う時あるよね、うん、なんかね、まあまあ、そうです、ちょっとドキッとする時ある。そうですね、うん、まあね、あま、ここ大学の時も結構厳しかったじゃないですか、はいはい、まあ、プロに入ってもね、やっぱり野球ですから、まあそうはこういうことあるんだろうなと、一応覚悟して入ってるので、うん、まあ別に普通だったですよね、うん、今はね、もうアマチュアさんからダメなので。普通だって言いますもんね。もう親父に殴られたから大丈夫。まあそうですね。でも自分が悪いことしたからさ、自分が悪いことしたら殴られるっていう感覚がもう染み付いてんだよな。そうですよね、まあ、もう今はダメやからね。まあそうですね。暴言吐いてもダメやん。だからどうやって叱っていいか教えていいかって難しいかもしれないな、逆に今。そうですね、プロ野球の選手たちに対してもそうですよね。もちろんです。球団も絶対、もちろん手は絶対だね、うん、まあ、言葉もちょっと気をつけてっていうね、ことあるコーチがさ、バーン言ったらさ、終わりましたねって言ったし、選手が。それ僕も聞きましたね。終わりましたねって言われたってな。そのセリフって怖いですよね。いやでもさ、今そんな感じよ。そうですけど。ダーン終わりましたね。生きづらい時代なのかもしれないし。でもまあ選手がそういうふうにもう頭にね、入ってるから。こっちがいいのかわからないですけど。もうやっぱ変わっていかなきゃいけないよね。そうですね。だから何かあった時には、あ、じゃあランニングしようかって言って、4時間ぐらい走らせたらいいかもしれないね。あ、そっちの方がいいかも。あ、逆にですね。爽やかな顔してですね。じゃあランニングしようかって。4時間そっちの方が辛いですよね。それいいか、選手はね、4時間って、はい、それ早いかもしれないですよ、うん、だけど3時間ってそれはいいですね。ですね、うん、君たちのため、体力をつけるため、うん、3時間。そこはダメだって言わないですもんね。そうだよね、練習の、ね、まあ、言えないですもんね。笑顔で、爽やかに。そこは必要です。あと選手、うん、まあでもね、本当に走るのが一番辛いですよ。まだボール触ったり投げたり打ったりするのは時間が早いですけど、こんなちょっとぐるぐる、ね、時間つかないですよね。僕らも20日ネズミって言ってましたもんね。ぐる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 同じところも回って20日ネズミか。でも昔ってさ、ピッチャーでも肩とかどっか肘壊したらさ、走っとけ。ああ、ですよね。永遠に走ってるよな。なんか肩を振るからいいんだとかさ、なんか知らんけど永遠に走っとけ。今はいろんな部署があるので、部署もやっぱりそういうのプロの人がね、トレーナーとかもいろんなあるので、いやこれはダメだ、これがいいとかって、もうものすごく事細かいんですよね。だから昔みたいにね、あれとこれ進まないですよ。今トレーナーがダメだったらダメだからね、うん、こうね、どこのチームも権限を持ち出したので。あれだよね、なんだっけ、アメリカコリジョンルールとかあるじゃんか、うん、あれって全部せっかくこれだけいいプレーヤーになったのに、スライディングなんかで全部そういうの壊したとか、足引っ掛けられてっていうんで、はいはい、ああいうルールだもんね、キャッチャーブロックでもな、うん、前、ひどく、ね、金山さんがひどかったよね。キャッチャー言ったよ、金山さんが、はい、ずっと前、はいはいはい、俺がよ、サードランナーでセカンドランナー突っ込んできて完璧セーブよ、はい、だからさ、足出すよ、ポン出して引っかかって吹っ飛んだよ。飛びますよね、ボール来てタッチアウト、はい、あの頃それでも OK だった、まあ、意外と見ましたよね、映像は。そういう、そうやろ、はい、で頭来て、その後ずっとこう見てて、
ピッチャー左ピッチャーの時にグーってやってで、こうやって見ながら金山さんのミットがここにあるって言って手をバンってやったかな。僕も一回ありますからね。はい、ありますか。あれこう後ろ大きく当たるんよね。でもあれも面白いんですよ。あれがちょっとキャッチング良くなったんですよ。もう取りに行かなくなったんですよ。なるほど。痛いからもうグッてこう。それがスローイングのもね。ああ。そうなんですよ。ものすごい痛いですからね。痛いでしょうね。僕吉岡さん1回に翔太さん2回やられてるので手出すから、はい、どうしよう取りに行くので、はいはいはい、どうせ近いから、はいはい、やっぱあれがこう、ね、ちょっと考えながら、だからまあ痛みをね味わすのも上手くなる秘訣かもわかります。はい、だから本当ねこういうルールとかのキャッチャーのブロックのルールも変わって怪我はやっぱなくなったよな。そうですね、まあ、激しいのはなくなったので、まあ、そこちょっと大怪我になっちゃうので、頭で打ったり ね、骨折したりです。あの中村太さんの時代っていうのは、常に外国人とかが飛び込んできてた時代じゃないですか。まあ、ほとんど外国人だったんですけど、ですよね、でもやっぱり、ね、スピードが一番、ランナーもそうですし、来るのは分かるでしょ、はい、キャッチャーで。まあ、でも、ね、明らかにこう構えてるのに、はい、やっぱこ、ねはい、落としたらセーフっていうのも、なんかおかしい話ですよね。まああったよな、本当にあった。これ勝てないですよ、あんな大きいのが来たら。大体乱闘もあったからね、水野さんが、やっぱ金山さんかな、木松さんかどっちかが、パーンタッチして、ここに入ってから飛ばされたのよ、三浦さんが。はい、それで、ちょっと脳震盪みたいな起こしてから起き上がって、乱闘。あ、起き上がってですか。うん。あ、新谷さんか。新宅さん。あ、新宅さん。よー、知ってる、やっぱし。次のゲストですか。中尾さんもあったんですよね、辰川さんに。あれが発端になって。辰川さんがバーンって顔面にあったあった。そこちょっと発端で。あの3連戦結構激しかったです。なるほどです。バックミュージックがね、なんかお決まりのバックミュージックになってそうな。あったね。はい、中村剛さんというより1試合で同点満塁ホームランとサヨナラ弾の伝説を持ってらっしゃる。これ伝説じゃないですよ。これ全然面白くないですよ、これ。面白くないですか、はい、でもやっぱりいい話は聞きたいです、ね、いや何にもいい話じゃないです。で、満塁ホームランとサヨナラホームラン打ったの。あ、代打で満塁ホームラン打ったんですよ、うん、同点満塁ホームラン打って、うん、でそのまま守備についてサヨナラホームラン打ったんですけど、いやそこで聞きたいのはですね、うん、よく吉彦さんは賞金投げされるんです、はい、星野さんは罰金もすごいですけど賞金もすごいっていう話聞くわけです。中日だと今考えればすごいですね。あ、なんかその時はそれがなんか当たり前なのかなと思ってたので、どこのチームも。ああ、はい、なるほど、はい、やっぱそういうことをやられたわけじゃないですか。満塁ホームランされたら、はい、賞金って星の賞とかってそれに出たんですか。監督は出ましたよ。お、はい、ちなみに何が出たんでしょうか。いや、現金もらいました。ポンと帯が1個ついてました、はい、これが聞きたいですよね。大丈夫、税金取られるからもらってもそれはもちろん、もらえるって言ったら5000円が嬉しいって。まあそれでも広島の先輩方の契約更改いつも僕は見るじゃないですか、うん、まあ、これ中日だったらこの3倍もらってるよなとか、こんなのっていう、こんな僕らもらっていいのかなっていうぐらい、なかなか給料が本当上がらなかったチームだったので。優勝していくやん、盗塁を取ってホームラン20何本打って3割打ってカンカン、どうもよし行こう、金がない。先に言われるんですね、金がない。でもあのコート本当だともやっぱ年間しても売れないし、でもよそのチームの、まあ、見られるじゃないですか、うん、もうありえないですよね。いやでもたらればですけど、そうは言っても楽しい野球させてもらったっていうのがあるのかな、小林さんと一緒に。すごいですよね、やっぱりそう、うん、そう言えるっていうのがね、はい、うん、特にカープにいなかったら俺いないんで、まあ、だともう1日だったら3倍。巨人なら5倍です。5倍です。言っていい。選手伸びてない、俺は。土地で終わって。首になってる。首になってる。なるほど。結構やったんで。やったんで。いろんなこと。結構いろんなやつ。ありすぎますね。今週の吉井君出そうな感じ。で時代だから明治大正昭和の昭和前半の人たちと俺たち昭和で今平成令和か、うん、でやっぱし時代が変わってきてから野球も変わってきてやっぱ中身も変わってるもんね。メジャー行ってすごい金をもらうよ。吉田選手は170億か、ね、お金じゃないですね、分かんない、何でしょうか。で英語は喋れませんってナーバスになってるっていう英語を使いながら、うん、
千賀投手もメッツでですね、100何億ですよ。すごい。まあ、まだまだね、日本じゃ無理な話ですけどね。まあ、ね、まあ、でもそういう道がね、普通になってますもんね。なってますよね。すごいと思うな。時代で言えば、もっと早いうちにそういうのがあれば、チャンスはあったお二方じゃないですか。いや、僕は日本がいいです。ほら、ススキの。銀座。で、大阪行ったら、名古屋行ったら、大阪新地ですね。新地、名古屋は錦ですね。錦、はい、ね、福岡、中洲、はい、捨てられそっち楽しかったよな、逆にその時代こう。いや、もう十分です。飲みに行って、うん、まあ、全国、とりあえず野球で全部回ったっていうぐらい回らせてもらったもんね。そうですよね、はい、1都1都2府43県か全部行ったもんね。今はね、もう地方開催もね、少なくなった時代で、うん、ホーム球場ばっかりですけど、昔はもう行ったよね、行きましたもんね、うん、いろいろやってましたよね。東北シリーズや、なんだかシリーズありましたよね。中日来ても岐阜とかどっちの方へなんか行ったりしたもん、長良川か、まあ、お客さんね、多少入りますからね、うん、あの長良川、うん、おいおいって、うん、今はね、もう広島は入れないですもんね、取れないですもんね。取れないですよね。どうしたっていうぐらい、もう年間指定席ですね。だから時代は人気ですもんね。まあでもグッズにしても、ね、何も球場のスタイルにしても、ああこういうの入るなと思いますよね。で、俺たちの時さ、キャンプの時サインボールかとかくれやん、はい、何ダースか何十ダース、はいはい、あれの小遣い稼ぎくらい楽しかったかなあとは何もなかったもう可愛いこと言うよねだってあの子ユニオン持ってないんじゃないか。あ、そっか、売ってないですかね。グッズ売ってないんだもん、うん、確かにサインボールだけなんです。そうですね。あ、そうですね。で、1個200円とか書いたら、うん、色紙も売ってありましたよね、サイン色紙。色紙、そうですね。なんか配られるのも下敷きとかね。はいはいはい、はい、下敷きは消しゴムとか、その程度だったんですもんね、うん、普通の売り上げがほとんどないもんな。マスコットもいなかったですし、もちろんそういう踊るお姉ちゃんもいなかったし、そうですね、来て練習して、本当に野球やって、うん、そうだよな、うん、だってあれもいなかったし、いわゆるテレビ局の女性に、そうですね、アナウンサーもいなかったし、うん、ピールはダメだとかね、はい、そういう時代だったから、まあいろいろ変わりましたね。変わりました、ね、ベンチの中で裸になってたもんね、変わってないで普通に練習終わったからな、ベンチとか、まあ、それは普通でしょうからね、うん、今は無理やもんな、うん、古き良き時代だった。今なんかほんま、あんなことしたら言っちゃうな、うん、ダメダメ言うないやいや、なんだかんだ、まあ、お二人仲いいなみたいな、うん、時代のね、違う中での被ったところがあって、今度は韓国行った時の話聞こう、次は、ね、はい、うん、韓国リーグですね、うん、はい、聞きたいですね、はい、ちょうど僕はいろんな話聞いてるんで、はい、まあ、そんなにでもやらかして大丈夫、あ、大丈夫です、少大丈夫、やらかしてないかと思います。また出ていただきたいなと。あ、もちろんです、もちろんです。時間を間違えずに、はい、もうもちろん今度はもう泊まり込みですいません、ミスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。オールスターズこれから始まっていきますという、うん、まあ、あの流れで、監督ぜひよろしくお願いします。はい、わかりました、よろしくお願いしますご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねと
コメントをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろしく。